さあ始まりました、KOS 13、今回あともう6日となりましたね、稼働まであともう少しというところになってきましたけれども、前回がですね、極限堂さんとの、戦いで、とにかくこうよりこうプレイスタイルによってこう見え方が変わってくるという新たな13の姿というのがよく皆さんにも伝わったのではないかなと思いますけども、一体今回はどういう試合になるのか、とても楽しみになっておりますので、まずはタイトルコールいきたいと思います。目指せ闘技一木光弘嵐の元くん5番勝負さあというわけで早速登場していただきましょう。一木光弘くんです。やっちゃいますか。さあというわけで4本目。そうね、これ見て4本目、ねね、次後ろどうなってんの。後ろ、あれさんの言ってください。ワイルドハムスター。お前どんどん可愛くなってるなでもワイルドだから。あ、そっか、ならいいや。うん、荒々しく行こう。前回いかがでしたか、戦っていて。あ、もうアンディ無双でしたね。うん、すごかったです。とにかくすごかった。すごかったわ、もうそれしか言いようがない。まあ、今回は私誰がすごいのか気になるところでございますけど。そうですね、はい、はい、というわけで早速お呼びしたいと思います。はい、今回もものすごいプレイヤーをちょっと呼んでみました。すごいよ。はい、本当に早速お呼びいたしましょう。うん、強力なキャラクターに流れるプレイヤーが多い中、好きなキャラクターで渡り合っているこだわりのプレイヤー、特に飛び道具の使い方には定評があり、その独特な戦い方は苦手とするプレイヤーも多く、対応できるようになって初めて真の上級者と認められるという。お呼びいたしましょう、真の上級者識別マシーン、ガンピーというわけでガンピさんです。よろしくお願いします。お願いします。さあというわけで、今日の対戦者は、ガンピさんなんですけど。しちゃいましたか。さあ、対戦したことは、あ、まあ、あの裏でちょこちょこと、あ、裏でちょこちょことやったことはあるらしいんです。もうすごいっすよ、一回も勝ってないっす。ちなみに、一木くんの印象は、あ、結構立ち回り重視で、あの綺麗な立ち回りをするうまいプレイヤーだなって思います。いやいやいや、もったいないことです。ほう、その中で今回は13での戦いなんですけども、シリーズ通して、プレイされていると思うんですけども、その中での13での気になったこう変更点だったりとか、あ、ここっていうのは新しいなと思ったこうポイントなどはありますか。形勢が全体的にちょっと短い感じで、近場の戦いが多いんですけど、それでちょっと近づかないといけないっていう部分が多い中、自分もともと遠距離のプレイスタイルなんで、それがちょっとまあやりやすい方にはなってるかなとは思います。さあ、そういう中での俺にも出ているようなんですね。あなた一番最初に言ったのに答えられなかったでしょ。いや、今ふと出てきたの、あ、これは注意しなきゃいけないんだよな、13になってからみたいな。本当、うん、じゃあそれを試合で見せて。さあ、というわけでいきたいと思います。今回は一体どういう戦いが繰り広げられるのか、皆さん、ぜひぜひ画面に食い入るようになって、見ていただければなと思います。それではいきましょう、第4試合です。レディーゴー。
終わりだね。
さあというわけで第4試合をお届けしましたけれども、まあなんでしょう、前回から引き続き2回しか戦ってない。3戦目いかなかったね。1回目はこう飛び道具が得意というふうに言ってただけあって、ものすごい勢いのサイコボールが、何回サイコボールって聞こえたことか。もううっかり飛び越えようもんなら潜り込んでサイコソーってやられるんだよ。そうこうかなりのこうトリッキーな動きというか、こうスピードキャラクターなんだなっていうのがものすごくよく分かった戦いではないのかなと思ったんですけども、その立ち回りというしまして、こう自分の中で重要視していたところ、重点的に置いたところってどこかありましたか。やっぱ近づかないことです。ボールボール。それによってこうあえて近づいてきたものに対してはちゃんと対空技でこう、まあそれが最後の主なセオリーにのっとった戦いだと。そんな感じでやられていきましたわ。そして第2戦の方は、はい、あのピンク色の彼女が飛び回っておりましたけれども、ね、早い、エリザベートもものすごいスピーディーな、早いですね。あとあの何でも判定の調子もまた、あれすごいですね。あれはかなりこう使い勝手がいい感じですか。あの技だけで勝つ感じですね。おそして、アテナに変わりまして、なんと最後に見せてくれましたネオマックスでございます。全然あのサイコボールをヒュッて避けたら、うん、はい、ネオマックス確定ってそのままサイコメドレー的な、はい、そうですね、あれをやられてドーンって死んじゃった。死んじゃったよ。もうね、本当言うことないんだ。でも俺もちょっとコンボをやったよ、うん、あった程よく、うん、でも何、君のメモにはなんで僕のコンボのことが一切書いてないんですか。いやだって同じコンボしかしないじゃん。いや、やることはとりあえず一つしっかりしたものがあればいいの。それバカの一つ覚えね。大丈夫。やっぱりこの最後のマックスのところはガンビさん的にこう見ている視聴者の方へのサービスも込めてというところもこう受け取ってもよろしいのでしょうか。あれは絶対気になると思ってます。さすが。最後に一つ聞いていたいんですけども、いつのアテナが一番好きですか。アテナは一番99が好きです。99はショートカットの。99は一番いいです。かなり、始まって以来一番の笑顔を見せてくれました。第4試合、めでたく、はい、ガンビさん、2勝、はい、先行いたしまして、はい、勝利となりました。明日やるのは第5試合目でございます、うん、はい、それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。